人鬼を追え。こいつ、スタンドが2体いるんだ。ボタンのついた上着は置いてきたよ。後で取りに行く。君を始末してからね。エコーズワン、ファイト。いや、黒いオーケーファースト。エラー、いや、エラー、しまっ。左に変えろ。どうすればいいんだよ。どうすればいいんだよ。私を見習いたまえ。戻れ。何でか。トウ。わしは写真の中に。どうすればいいんだよ。いけないよ。私を見習いたまえ。トウ。インサイドス。エコー。まずい。キラークイーン、戻れ。キラークイーン、どうだ。私を見習いたまえ。戻って。君は大したやつだよ。なんだ。インサイズ。エコーショット。エコーベッツキラーゼロ。ピッツァタクトツリー。エコースリーフリーズ。何しんぼう。ベッツキュー。なるほど。ああ、黒いベッドキックゼロ。トロイベッドキック。いや、あっ、どうせやばい、やった。ラウンドファイト。黒いオーケー、あっ、いぜ。なんで会うのか。キラークイーン、まだまだ勝った。コッパ美人に消し飛ばしてやる。私を見習いたまえ。戻れ。君は大したやつだよ。なんであろうとバカ。なんだと。消すか。ジューサマイズ。なんであろうと。ジューサマイズ。なんで。トウ、それ。許さないぞ。トウ、ハ、許さないぞ。なる、私を見習いたまえ。いぜ、戻ってこ。君は大したやつだよ。それ、トウ、ハ、どうだ。コッパ美人に消し飛ばしてやる。おぎゃー、アキ、キラークイーン、コッパ3まで。どうだ。コッパ美人に消し飛ばしてやる。ああ、君は大したやつだよ。どうだ。なんであろうと。君は大したやつだよ。やー、クイッ。やろう。ダイエット。許さないぞ。ああ、ダメダメ。やろう。戻る。どうする。おしまいだ。どうする。なんであろうと。クローゼロ、アクトツリー。シェアハートアタック。は
高一はキラ自身を重くすることに成功する。だがキラークイーンとシアーハートアタックの同時攻撃の前に惜しくも敗れた。お前の名前はキラヨシカゲだ。私の免許証、いつの間に私の財布を抜き取った。だから何なのだ。私の名前が分かったからどうだというのだ。お前はこれから消されるのだ。ああ、確かに。これからお前は僕を殺す。でもね、こんな僕にさえあんたの名前が分かったんだ。あんたは大したやつじゃないのさ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。やろう。キラが光一を爆弾にして消し飛ばそうとしたその時、意識を取り戻した丈太郎が立ち上がった。スタープラチナはキラークイーンを倒すが、丈太郎自身も重傷のために再び気を失う。光一と丈太郎、キラの戦いは相打ちという結果になったのだ。そこへ駆けつけた丈助によって丈太郎と光一は一命を取り留める。しかしキラは辻彩の変換能力を利用し、会社員川尻耕作に化けて逃げ切ってしまうのだった。次はお話を選ぶのよ。見ててあげる。